リンカーンはアメリカが州国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡の東部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口2万1105人であり、州内の市長を合わせて第18位だった。州都プロビデンスの北に位置している。リンカーンは17世紀に入植され、現在の町内には植民地時代のストーンエンダーと呼ばれる家屋がいくつか今も残っている。 リンカーンの森修立公園は町内にある。もともこの地域にはハサクアンセット族インディアンが住んでいた。植民地時代からライムロックのビレッジで石灰岩の採石が始まった。リンカーンは1871年までスミスフィールド町の一部だったが、この年に分離して町となりエイブラハムリンカーンにちなんで名付けられた。リンカーンは19世紀後半に 重要な工業庁となり、ブラックストーン川沿いで多くの繊維工場が創業していた。リンカーンには、マンビル、アルビオン、ライムロック、ロンズデール、フェアローン、クイーンビル、セールズビルのビレッジが入っている。近年リンカーンは CNN の雑誌、マネーで、住みたい場所、リストの第63位に挙げられた。リンカーンは、ロードアイランド州のブラックストーンが霊下流にあり、 ニューイングランドの歴史的国立公園地域である、ジョン・ h チ・ャフィ・ブラック・ストーン・バレー国立歴史遺産回廊に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は18.9平方マイルであり、このうち陸地18.2平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は3.80%である。リンカーンの町内には、 リンカーンの森州立公園とツイン川カジノがある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーノルド邸、1691年建設リンカーン、教育部はロンズレール、セントラル、ノーザン各小学校の3カ所に幼稚園前の初期、学習センターを持っている。全体では4つの小学校があり、全日制、幼稚園児から5年生までを教えている。 上記3校に加えて、セールズビル小学校がある。中学校が1校、高校はリンカーンシニア高校の1校がある。以前は中学校と高校が同じキャンパスを共有していたが、2006年に新しい中学校がジェンクスヒル道路沿いにオープンした。高校は教室を追加する必要があり、元の中学校の場所まで拡張した。 ロードアイランドコミュニティカレッジのフラナガンキャンパスがリンカーン町内にある。リンカーンには品質保証審査センターがあり、毎年数多くの放射線療法審査を行っている。その主要な支援は国立がん研究所での連邦政府認証から来ており、薬品業界と契約している。アメリカ国内と海外にある薬船の病院から放射線療法データを得ている。 センターはマサチューセッツ州ウースターにあるマサチューセッツ大学医学校と戦略的連携をとっており、ジョージ・ワシントンハイウェイ沿いにあるリンカーン町内にはアミカ総合保険会社がある。1907年に設立され、最初はボストンとプロビデンスにあったが、1994年にリンカーンに移転してきた。資産と損害保険について保険契約を受けており、 自動車、家屋、個人負債が含まれている。また1846年に設立され、世界に聞こえた筆記具のペンの会社、AT クロスもある。ありがとうございます。